サカリア県はトルコ北西部マルマラ地方の県。北は国海に接しており、東からデュズジェ、ボル、ビレジク、ブルサ、コジャイリの各県と接している。北部は国海海岸になっている。国海地方にも同盟の町がある。サカリア側は波打った河口の美しい風景を生み出している。サカリアの県とは県名と違いアダパザルである。 県とと県名が違う県はトルコでは4県のみである。国会とも近いため気候は典型的な地中海性気候である。寒くなることはなく、冬は雨と晴れが交互に来る。夏は暖かく心地よい。河川のおかげで非常に肥沃な土地であり、農業が盛ん。サカリアにはアンカライスタンブール高速道路が通っており、これは鉄道。 空港などとの接続も良い。イスタンブールには一番近い空港がある。旅客に良い様々な場所はイスタンブールから簡単に来ることができる。サカリアが最初に歴史に見られるのは378年である。この地域はフリック、バリスイアン、キンメリア、リリア、ペルシャ、ローマ、ビザンチン、オスマン帝国と支配者を変えた。中でも サカリアの伝承にはローマやビザンチンのものが多い。最も重要な歴史建築はベシュキョプリワシである。553年にビザンチン帝国のユスチニアヌスカドが建てたものであり、ユスチニアヌス橋とも呼ばれる。ありがとうございます。